青木語は、愛知県の歌人、女流漢詩人白川琴水娘、大田署大口対二に若を学び、目覚まし会、この花会を創立、名教短歌会主催、中部日本歌人会副会長を務めた。聖歌は、名古屋市短歌会館となっている、は、歌木の盛んに茂る様を意味する。1884年10月22日、愛知県名古屋区、 玉の屋の町二丁目のようもの小状文字屋の次女として生まれた。生後感もなく、父が死去したため、一家は店を畳み、西久下町蛇町三丁目に移った。1890年4月名古屋市菅原小学校に入学したが、9月1日には母も死去したため、岐阜県高山町の祖父母に引き取られ、ついでおばに預けられた。 文芸家だった母白川こと水の影響で、小学校時代から家像の金奈川県物語、平家物語等を読んで文学に親しみ、短歌を作った。1895年3月鉱山町鉱山小学校を卒業後、名古屋に戻り、1896年菅原、小学校高等科を卒業した。百九十七年婦人国風社で冷泉流飛行を習得した後、 1901年、大田所よりうど大口帯ににわかを学んだ。1909年4月短歌会目覚まし会を結成し、また八谷周知に死の流行動を学んだ。1911年生当社に入社し、1914年3月本社を訪問したが、後に脱退した。1918年1月抱え始めに、海辺松井山の松木早香に現れて波こそも、 揺れぼる朝日に、が入選した。1919年、大道総監委員。1920年短歌会この花会主催となり、1921年12月、この花を発刊した。1923年名古屋短歌会創立時より会員となった。1927年、明治37年に溶接した兄、良太郎の、い、歌を集め、 新家芸衆として出版した。二式二丁目名古屋市短歌開館1945年3月、名古屋大空襲で自宅が焼失し、高山市に疎開した。1946年8月常名市に移り、常名高等女学校で書道、短歌を教えた後、11月横須賀町に移り、横須賀高等女学校短歌クラブ常任講師となった。 1947年下町町旧宅跡,跡に刈屋を建て都心カオシ社と号した。1947年この花会を明教団花会と改称し、明教を発刊したほか、端子系文学連盟委員、厚田神宮県営会最高選者としても活動し、1948年中部日本家人会副会長に就任した。百六十四年都心薫社トに、 短歌会館を建てて名古屋市に寄付し、蔵書を青木文庫として収めた。1971年1月20日短歌会館で死去し平和公園正隆地墓地に葬られた。法名は明教院尺に名徳。ありがとうございます。